それでは連立一時方程式と係数行列ということで解説していきます。まずはあこの方程式を見てください。はい、えー。この方程式は x と y と z に関する連立一時方程式ですが、この x、y、z の係数を順番に並べたもの、これを係数行列というふうに言います。また、右辺の値3と5をさらに最後の列に追加したものを拡大係数行列。 と言いますここで、えー、点,々点と書いてあるのは、便宜上のもので省略することができます。つまり、拡大係数行列といった場合には、一番最後の列は、方程式の右辺の値を縦に並べた数ベクトルというふうに解釈するわけです。ここで、方程式を解くということを、拡大係数行列を変形するという操作で考えることにします。 例えば、この方程式は、1と2の式に1の3倍を加えたものと同値になります。連立1方程式を解くということは、同値変形をしていくことなので、このように同値性を正確にか考えると、このような変形になります。そうすると、このような連立1方程式と等価になります。この操作を、詳しくはまた、 次回以降に定義しますが、このように拡大係数行列に対して1行目の3倍を2行目に加えるという操作として考えるわけです。つまり、最初の連立一方程式と同値な連立一方程式に変形する操作を拡大行列に対する変形として考えようというわけですね。それではここでクイズです。 次の連立一方程式のうち、ある変数に関する拡大係数行列がこのようになるものを選んでください。はい、それではシンキングタイム、ちょっと考えてみてください。はい、いかがでしょうか、まあ。そんなに難しくはないので、正解はこの2つ目ということになります。え例えば1つ目はですね、えー マイナス1というのが X の係数だとすると4番、3行目のことからですね、X の係数は0でなければいけませんが、これは0ではないので、最初の方程式は間違いですね。それから3番目の式は右辺の値、これは拡大係数行列だと言ってるわけですから、イコールの右側がマイナス2、5、1でなければなりません。したがって3番目、4番目は間違いということになります。